航空自衛隊用 F-35 戦闘機専用空対空ミサイルをアメリカ政府が売却を承認したとの情報をキャッチしました。今回はこの空対空ミサイル AIM-120 アラームについて詳しく見ていきますね。かなり高額な売却承認、日本は飲むしかないよね。日本の航空自衛隊が現状で最大105機の配備を目指して調達中の戦闘機が、アメリカはロッキード・マーチン社製のいわゆる第5世代といわれる F-35 ライトニング 2A 型であり、今後は星空戦闘の中核を担う機体となる予定だ。そうした航空自衛隊の F-35 ライトニング 2A 型は2022年度までに合計で55機の調達予算が組まれており、ちょうど計画数全体の105機に対し半分強のところまで予算上の取得計画は進んでいる状態となっている。この航空自衛隊用の F-35 ライトニング 2A 型に向けて2022年7月25日にアメリカ政府は同国軍需企業のレイセオンテクノロジー社が製造を担う中距離空対空ミサイル AIM-120 アラームの売却を承認した。今回アメリカ政府がその売却を承認した AIM-120 アラームは総数で150機とされており、金額としては合計でおよそ400億円であり、1機あたりは約2億7000万円ほどに相当する金額だと単純計算では算出される。これまでも航空自衛隊ではアメリカからの AIM-120 アラームの売却承認を適宜受けており、2014年12月に17機、2017年10月に56機、2020年8月に32機と、その合計で105機に到達する数となってはいた。これらこれまでの105機の AIM-120 アラームはその中でも C 型と呼ばれている形式のものだったが、今回の報道では細かな形式までは報じられておらず、同様のものか否かは現状では不明である。現時点での AIM-120 アラームの最新型は D 型と呼ばれている形式であり、アメリカ海軍とオーストラリア空軍で採用されており、射程距離では C 型の約 105km から D 型では約 180km まで延伸されているという。日本では F-35 ライトニング 2A 型の採用が決定した後の今も、数の上での主力戦闘機である一部の F-15 や F-2 戦闘機用の空対空兵装として、国産の99式空対空誘導弾を配備していたが、 F-35 ライトニング 2A 型ではこれへの統合が困難である。それは完全なるステルス性能を発揮させる上で、F-35 ライトニング 2A 型においては、兵装類を胴体内のウェポンウェイに収容する必要があるが、99式空対空誘導弾は、これに収めることが困難な大きさであり、これまでも未対応という経緯がある。ちなみに、AIM-120 アラームの C 型は、直径が 0.17 メートル、全長が 3.65 メートル、全幅が約 0.48 メートル、重量が 53kg、弾頭重量が 7.31kg であると、使用上の数値では公表されている。これに対して、99式空対空誘導弾は、直径が 0.203 メートル、全長が 3.667 メートル、全幅が約 0.77 メートル、重量が 220kg と、全長こそ近似であるものの、幅や重さで大きく上回り、F-35 ライトニング 2A 型には、そのままでは対応ができない。ただし、コスト面に視点を移してみると、航空自衛隊での99式空対空誘導弾のこれまでの調達価格は、
1機当たり約6500万円ほどであり、付属品等を勘案して単純比較は難しいものの、今回の AIM120 アラームの4分の1程度である。当初 F35 ライトニング 2A 型を開発したロッキード・マーチン社側では、救急式空対空誘導弾を同機に統合することは若干の手を加えれば可能との見解を示していたが、これは同機を進めた上での還元だったという側面が拭えない。 AIM120 アラームを製造するレイセオンテクノロジー社側は、当初より直径の太い99式空対空誘導弾を F35 ライトニング 2A 型のウェポンウェイに収容することは困難であり、統合に必要なソフト等の対応を考慮しても合理性が低いと述べていた。まあ、ロッキード・マーチン社と異なり、レイセオンテクノロジー社は自社の AIM120 アラームを販売することが最大の目的であるため、多少割り引いて考える必要もありそうだが、日本側が独自に進めるハードルは高かったのだろう。そうした現状の中で、F-35 ライトニング 2A 型に搭載、可能な空対空ミサイルの選択肢としては、イギリスに本拠を構える MBDA 社が持つ元は、ユーロファイタータイフーンや脱走ラファール用のミーティアの改良型が挙げられる。ミーティアの改良型は、スナム、ジョイントニューエアトゥエアミサイルと呼ばれているもので、ベースのミーティアの小型化を行うことで、F-35 ライトニング 2A 型のウェポンベイに4機を収容するべく開発が行われている。日本は、このズナム、ジョイントニューエアトゥエアミサイルに対して、すでに2014年からこれに搭載するシーカー、目標操作装置の共同研究を行っており、その完成が待たれる状態だと言ってよいだろう。こうしたズナム、ジョイントニューエアトゥエアミサイルをめぐるヨーロッパイギリスとの協調関係は、次期戦闘機開発計画においても注目されている部分であり、これらの実績が左右した結果との見方も多い。ちなみに、2008年時点でのドイツにおけるミーティア1機あたりの調達価格はおよそ1億2000万円強であり、救急式空対空誘導弾と比較すれば2倍弱ではあるものの、今回の AIM120 アラームに対しては半分以下の。これが、スナム、ジョイントニューエアトゥエアミサイルとして、完成を見た場合のコストは未だ判断できないが、少なくとも AIM120 アラームほどの高コストにはならないという見方が大勢を占めている。それでも、いかに AIM120 アラームが日本にとって高額とはいえ、 F35 ライトニング 2A 型用の兵装として調達する意義があるのは、同ミサイルが近年では数少ない実戦での使用で成果を上げている点が大きい。 AIM120 アラームは1992年12月に同ミサイルを搭載したアメリカ空軍の F-16 ファイティングファルコンがイラク空軍の MIG-25 と対峙し、総機警戒管制機との併用で見事これを撃墜する戦果を見せている。 AIM120 アラームは現在のロシア・ウクライナ戦争で個人携帯型のロケット兵器として名を馳せた FGM-148 ジャベリン等と同じく、発射後にすぐに破破機が回避行動に移れるファイア&フォーゲット機能を有している。AIM-120 アラームは本体の先端部分にレーダーを内蔵することでアクティブレーダーホーミング方式を実現しており、先の実戦での撃墜実績と相まって、その性能自体は、疑う余地の内空対空兵装だと言えよう。昨今は、ウクライナに対して、アメリカが、ついに、戦闘機の供与を行う可能性も示唆され始めているため、このまま長期化した場合には、ウクライナ空軍が、F-16 ファイティングファルコンで、AIM-120、
アラームを使用する局面が訪れる可能性もあるかもしれない。